ふう、バイト終わりっと。20歳になってから初めての出勤。いつも通りに終えられたな。あれ、電気消して出たのに電気ついてるな。うぷ主、誕生日おめでとうだぜ。マリサか。ああ、ありがとうな。あれ、ここにいるのはマリサだけか？いや、せっかくだから宴会を開くって話をしていてな。それでお前を呼ぶために部屋で待ってたんだぜ。そうだったのか、自分のためにわざわざありがとうな。それじゃあ、会場まで移動しようか。普通さ、宴会といえば瓶とか持ってくるでしょ？まあ、普通はそうだよね。だったらさ、なんで飲料が全部ペットボトルなんだ？仕方ないでしょ？まだ私たち仮にも仕事中なんだから。別に函館市街戦の終電終わった後でよかったのに。だとしても終電が0時半だし、翌日の業務に影響をきたさない？そのあたりの配慮は別にいいんだけど。いや、私たちの方がって話。君たち最近ちゃんと休めているのか？明日休みにして終電後に集まってやろうぜ。そうだぜ、定期的に休まないと体に悪いぜ。じゃあ、お言葉に甘えようかしら。宴会ってなったら派手にやらないとな。青森支所設立から一切やってないけどな。それじゃあ、代表よろしく。下津さん、誕生日おめでとうございます。ああ、みんなありがとうな。にしても20歳ね。ついに大人の階段に踏み込んだのね。記念にお酒いっぱい行きますか。とりあえずコップに注ぐか。白ぶどうのお酒だが、結構いい匂いだな。うげ、これ炭酸じゃん。ちなみにですが、自分自身、炭酸が大の苦手です。仕方ない、とりあえず一口いくか。これ、酔うか酔わないかの問題じゃない。炭酸が飲めない時点で無理だわこれ。それ以前の問題なの？だな、微炭酸なんだろうが、それでも苦手だな。そんなに苦手なんですね。ああ、というか炭酸のせいで酒に弱いのかどうか全くわからねえ。これじゃあ判別がつきませんね。飲みきれなさそうなら自室に持って帰ってゆっくり飲むか。ちなみにだが、飲み干すのに2時間もかかっているぜ。どれだけ炭酸が苦手なんだか。というわけでどうも、かつてのうぷ主、いつきです。この度、自分たち玉造りいつきまたは玉造り下津は2023年7月1日に20歳の誕生日を迎えました。長い長い10代を乗り越え、20代となったわけですが、未だに実感が薄い自分がいます。考えてみれば、小学校4年生から大学2回生までの10年間、様々な人生の分岐点を超えてきたんだなぁ。って思っています。思い返せば、14歳の頃に藤井寺鉄道を設立、そして17歳になる少し前に動画投稿者になったことを思うと、そこはそこであっという間に感じますね。2013年から2023年までの10年間、世の中は大きく変わりましたね。未曾有のパンデミック、ウクライナ侵攻、度重なる北朝鮮のミサイル実験。10年前と比べると、一層物騒になりましたよね。まあ、自分のかつての世界はウクライナどころの騒ぎじゃなかったんだけどな。奴の暴走で東亜諸国の攻撃が絶えず、挙句には外の世界を消滅させたし。てかウクライナ侵攻始まってすらなかったか。鉄道に目を向けても大きく変わりましたよね。国鉄車両は少しずつ、そして確実に数を減らしている。新幹線の開業により危機的状況に追い込まれた北陸本線。この先の10年でどう変わっていくのだろうか。これからの10年に期待と不安を乗せて、これからも頑張っていくようなので、どうか応援してやってください。ついでに今後の鉄道旅投稿予定について伝言を預かっているのでここで話しておきます。6月から始まった長編、第5回紀行録は予定よりペースを落とし、9月末完結から10月末完結に変更。10日間隔を維持するようです。そして同時進行として、第6回、第8回、第9回、第10回の制作を進めていくとのこと。第6回の後編は1ヶ月遅らせたらしい。彼が言うには第8回から第10回は名古屋遠征シリーズとのことらしい。まあ、内容は聞いていないんだがな。とまあ、こんな感じかな。それじゃあ今回はここまで。これからもよろしくってことで、ご視聴ありがとうございました。